タクとロについて解説したいと思います。これはチェンジングポジションオブザサンインザスカイですね。月が見えてます。月は天空におります。天空がそのタクです。雲が流れています。雲はここにいるのがそのタクです。太陽が昇ってきました。これが太陽がいるタクですね。天空がタクです。宇宙の遥か彼方ではありません。そこにおります。それがタクです。太陽の、ロ、つまり時間経過というのは空間の移動と同じですので、こういうふうに移動するわけですよね。これがロです。もう悠久の年月をかけて、100億年ぐらいで燃え尽きるんでしょうけど、それもロです。これがそのタクとロですよね。それを静止画でこう連続画像で見ている。決して難しいことをバーエンが言ってるわけではありません。で、こういう動画がですね、もう良い教材になっていますので、わざわざ言葉で文章で書かない方が良いですね。で、こういう動画が大事なんです。インスピレーションで理解するのが大事。これが太陽のタクであり、この移動が炉であり、太陽の寿命に関してはいわゆる増加に関しては100億年ぐらい、かけて化していく。その化していく姿は、巨大な、なんて言うんでしたかね、太陽が赤色超巨星かな、赤色巨星とかになって最後爆発して地球を飲み込んで消えていくと、はるかも将来の話です。こういうのを見ると、雲がいるのはこれがタク、海があるのはこれがタクですね。ここは家はこのここに立っている。これがこの家のタク、この中の住人がここに住んでるのはそのタク、全部のものはその地球をタクとしている。地球は天球の中心をタクとしている。天球は地軸の周辺を回転していますが、それは天球のタクですよね。で、生物は生化す、生まれて生じ化する、生まれて死んでいくわけですね、代を継いで。しかし天体はぐるぐる回っているんで循環する。これを循環と生化、循環と輪廻ですね。世代交代のことを輪廻と言いました。だから難しくはないんです。文字から理解しようとすると非常に困難ですが、こういうふうにして画像を交えて説明し始めるとですね、太陽は太陽さんのお家にいるのっていうことですね。天球で言えば黄道にいるわけですよ。黄道がタクです。黄道から勝手に離れることはないですよね。その辺は太陽といえども自由度がないんですよね。鳥は自由に飛行曲線を変えられますが、太陽はそうはいきません。天体類は低度蒸気を持って動くということです。それは生物と違うところだと。それが排反性を持っているわけですね。それが言語の基本の理解の仕方です。で、天動説か地動説かというのはどっちでもいいですよと。ただし同居はできませんということですね。ではこれで終わります。